皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということでね、本日なんですけども、信用できる人のね特徴と心理についてねお話をしてみたいなと思います。まあね、信用できる人で身近にもね結構いるんじゃないですかね。まあそういう人ってのはね、いろんな人から好かれてね、人がこう集まりやすいなとかね、みんなといろいろね楽しくお話ししてるなみたいなね印象なんかあると思うんですけどね、信用される人とはね、どんな特徴があるんですかなんてね、まあいうことでちょっとお話をしてみたいと思うんですけども、まずね、まあどんなね小さな約束もねしっかり覚えて守れる、まあこういう人ってのは信用されますね。まあね、その要はこういう人は逆に言うと、守れるか守れないかもよく分かんないようなねあやふやなことにね対してですね、軽々しくね今安請け合いをしないともね言えます。まあですから、もし自分がね、そういった約束事があって、まあそれをいいですよと承服するということはですね、そこの責任感をしっかり持ってらっしゃるなというふうに思われるのでね、この人はね誠実な人だなんてね思われるんじゃないでしょうか。まあこれはね時間厳守するね姿勢、こういったものはね当然ですけども同じように見られますと。やっぱりね、タイムイズマネーね、時は金なりと言います。まあこういった時間をねきちんと守ってくれるっていうだけでもね、時間にルーズな人に比べるとね全然信用できるなということになると思います。まああとね、口が固い、これ大事ですよね。ここだけの話とか、まあ、あるいはですけども、あなたを見込んでとかね、あこの人だったら話しやすそうだと思ってね、まあクローズドの場でねお話をした、それがねいつの間にかね、周囲に広がってたなっていうとね、誰がそれをね喋ったんだっていうとね、その人にしか喋ってなければ当然その人がね発信源になるということで、まあ、こういう人にはね、まあ、言っちゃなんですけども大事な話はできないな、まあ、こんな風にね思えると思います。ですからね、親身になって話を聞いてくれて、しかもですけども口が固い、まあね本当にね素晴らしいなと思います。あとですね、人の悪口を言わない、こういう人もね信用されますね。まあ、悪口はね、まあ、直接例えば本人に言えばね関係は悪化するし、まあ、あるいはですけども他人に言ってもね巡り巡ってね、その悪口を言った相手の人の耳に入るということもあるし、まあ、あるいはですけども悪口を聞いてねもうなんか疲れちゃうなとか、まあ、あるいはですけどもこの人ってね、そういうマイナス思考の、ネガティブな感情をね人にねこう押し付けてくるようなねそういう人間なのかななんて思うと、まあ本当ね付き合いたくないななんて言うとね、まあ信用を失ってしまうんで、まあその人の悪口を言わないね、人をネガティブな感情にさせない、まあね配慮をするというね、こういったことができる人は信用されますね。まああとはね、自分の話にしっかりね耳を傾けてくれる人、まあ、いわゆる聞き上手っていうんでしょうか、こういった人はねすごく信用されますね。っていうのはよくねこう自分の話はしたがるけど人の話はあまり聞きたくない、まあ、こういう人多いなんて言いますけども、聞き上手な人っていうのはね親身になってくれてる、あるいはね理解をしようとしてくれてるということでね、まあ本当に好感持てるなということで、まあ、そういうふうにね相手にはきちんと配慮してくれる態度、こういったものをね好ましく感じてですね、まあ信用できるなというふうにね、人から思われるということですね。まああとはですね、こう他人のために行動できる人なんていうのもねこれ入ると思います。まあこれはね言い方変えるとですね、敬意とかね、思いやり、こういったものをね相手に示しているということがあると思います。まあですから人がね、大変な時にはねそのもう本当に損得関係なくね助けてくれるとかね、お手伝いしてくれるとかね、時間を割いてくれるとかね、まあおよそですけど自分が儲かれば他人が損しても構わないんだみたいなね、自分のためには行動できるけど他人のためには行動できない、こんな人はね信用されません。ですからその逆ということになりますね。まあ自分のことをね多少こう犠牲にしてもね
他人のために行動できる人、まあ、災害発生時なんかでね、ボランティアの人なんかもね、そういった感じだと思います。はい、あとですね、間違いとか失敗した時、まあ、こういったことっていうのはね、人から指摘されてね、評価を落とすことになることはよくねあると思いますけども、まあ、その時にね、いや大変申し訳ございませんとね、きちんとそのね、指摘を受けたらですね、その指摘がね正当なものであればね、率直にその責任を認めて謝罪するということができる人、こういった人はね、まあ、信用を逆にされるということになると思います。これはですね、やっぱり人間ね、誰しも間違いというのはあるわけですから、そういった時にね、素直に、ね、謝罪してですね、それでですね、まあまあ、相手がね、指摘してくれたことに対してね、その間違いを次に生かすよっていうことがね、伝わるようにね、真摯な態度でね、謝罪するっていうのは非常に重要だと思います。あとね、これもね、結構ね、なんていうか信用される人には多いんですけど、言いにくいことでもね、指摘してくれる。まあ、言いにくいことね、言うとこの人怒るかなとかさ、あると思うんですよね。言うのちょっとためらうなみたいな。でもね、信用される人っていうのは、おかしいものはおかしいってはっきり言ってくれるんですよね。まあ、例えばそのおかしいものはおかしいとはもちろん指摘するんだけども、いやあんた間違ってるよ、それ違うよ、こういう風にした方がいいよっていうね、訂正の仕方というか指摘の仕方ではなくてね、あなたのそのやり方もね、非常に素晴らしいと思うけども。まあ、こういうふうにやった方がよりね、良い可能性もあるんじゃないですか、得することになるんじゃないですかっていう形で、まあ、相手の言ったこと、あるいは相手がね、主張していることを認めつつもね、それを認めながら、こういったやり方もあるんじゃないですか、まあ、こんなふうにね、やんわりとではあるけども、でもきちんと指摘してくれる、まあ、こういう人はね、人によってはですけども、指摘されたらね、まあ、自分がねちょっとバカにされたんじゃないかと思ってね怒る人もいるかもしれませんけども、まあね、そういうね悪い印象を持たれたとしてもね、長い目で見れば思いやりのある指摘をしてくれた人に対してはね、必ず相手もね理解してね、いずれこうね感謝してくれるんじゃないかなと思います。まあね、そういう人はね、そういうのを見てね、信用されるということなんで、そういう指摘してくれた人のことを毛嫌いしてね、その言われた本人が、まあ、その人のことをね、まあ、俺に意見するなと勝手にしろみたいな感じで突き放したとしてもね、それを周りで見てた人は、この言いにくいことをきちんとね指摘した人に対して信用するというねことになると思います。やっぱりね、こう人はね、その態度とか行動言動を見てね、その人が信用できるかどうかっていうことがね判断されると思います。ですから逆に言うとね、信用できない人はね、嘘をついたりね、約束破ったり、時間に遅れたりね、お金を頻繁に借りてきたりね、自分が悪いのに謝らない、あるいはね、素直にありがとうっていう言葉が言えないとか、悪口ばっかり言ってるとかね、ここだけの話なんてね言ってね、そのここだけのね話っていう風な言い方してるのも、まあ、他の人の前でもここだけの話って言ってんだろうみたいな感じでね、こういう人にはね、ここだけの話なんて言ってね、それをまともにね、受けて、本当にこう秘密の話というかね、内密の話をするとね、まあ、みんなにバラされてしまうということになります。まあ、あとね、人の話聞かないで自分のことばかり話す人ね、これも信用されないし、人によって態度を変える人も信用されない。そしてね、自慢話が多い人、これもね、うんざりしちゃいますよね。信用を勝ち取ることは非常に難しいでしょうというふうになります。ということなんでね、まあ、いろいろ信用される、まあ、人のね特徴と心理をお話してきましたけども、まあ、本当最後の最後なんですけど、人から信用されたいなって思ってる人ね、どうするのが一番いいのか、ね、これは本当に絶対にこうした方がいいですよみたいなことを一つだけあげろって言われたら、人から信用されたいなら人を信用してくださいってことですね。人を信用しない人が人から信用されるはずはないんです。ですから信用される人になりたいってね、心底思ってる人は、まずあなたこそ他人を信用してくださいと。
いうところからですね、考えてみればいかがなものかなと思います。それでね、その上で私が今日話したことなんかをね、参考にしていただければと思います。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。